明らかになるかどうかが注目されます。では、ただいま。今日午前、お帰り。あ、もしかして得意のポトフ？正解。もう少しね。うん。あのさ、次の仕事のことなんだけど。ああ、本格って言ってたよね。うん、聖山カンナ取材したいと思ってるんだ。今テレビで見てたとこだよ。あの事件か。彼女完全にサイコパス扱いだよね。事件の真相とかまだ何にもわからないのに。でも自分の父親を呼び出して包丁で刺したんだろ。そういうことをさせる背景が何かあったかもしれないでしょ。混乱してて自分の気持ちをうまく言えないだけかもしれない。お腹すいた。もういいよね、食べても。まだ。娘のカンナ被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したとみられています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本格って言ってたよね。聖山カンナ取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です。普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんでカンナさんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんか分からないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ。触れてはいけない閉じ込めた愛の記憶。